生まれようとしています。あ、本家だ絶対これ。やばい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 。ママママわしふたばやふーたーばだーよ。あ、スルーされた。わしふた、あ、3、3、2って言ってんのか。ありがとう、ふたばでーす。適温によっかみんな、適温。適温がここ適温っぽいから、自分適温にいないっていう人は、ね、適温に来てください。分かれているよりも、適温にいて、減った時にずれた方が効率いいんで、適温によ。で、ウバさんもね、適温によっか。そうした方がね、ご飯が減りにくくなるんで、ね、2になった時に横にずれる。そういう感じにしましょう。そうしないと多分今回やばいと思う。死にすぎ、やばいね、これね。むしろでもここでみんな死ぬもんでさ、骨が増えないっていうのがあるね。骨の真ん中で死ぬようにすればさ、骨増えないのかな、もしかして。ワンチャンそれあるよね。ってことでみんな適温よ、適温。ご飯ないから適温よ。どんぐらい発展してるかな、ここ。で、これ2になったら、2って言ってずれる。するとお母ちゃんが、おっと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 、母ちゃん、母ちゃん。あ、母ちゃん母ちゃん、あーっと、ウーバーがいねえ。これ死ぬわ、これ多分。これは。本家壊滅してる、完全に。完全これ壊滅してます。本家。ダメだ。どんどん死んでいく。一夜で。ありがとう。名前何あなた。あなた名前何。ミスコン。双葉ミスコン。ありがとう、ミスコンさん。いやー、ギリセーフだったね。よかった。見えないで死ぬのはちょっと悲しいもんね。あなたは双葉双葉です。みんな、みんな適温にいよ。みんなー、適温にいてー。あのバトルロワイルのあのシーンです。分かる人多分少ないと思うけどね。ウバの食料ないのか。そうだね、畑できてんのかな。でも人がちょっと分散されて、分家の方に分散されたおかげで、多分ね、そろそろね、なんだそりゃ、筋肉を愛し筋肉に愛された男双葉です。まあ、ちょおかしい、最後おかしいよ。なんで男で止めなかった。あ、まだヘビいるんだあそこ。なるほどね、ちょっと厳しいね。さあ、疲れた。で、ウバさんも、カウントしてない人、あ、死んだな、今多分。カウントしてない人をね、抱いてしまうと、もったいないんで、あ、パイ出来上がった、すごーい。パイできてるね。これ、ウバさん用のパイ出来上がったんで、なんか、ね、ピク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 してる、なんか、動きが、何今の。ピク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 してるんだけど、なんか、誰かがピク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 見えるんだけど、何これ、どういうこと。一息に入ったら食料きつい。そうなんだよね。だからここの、でも、逆に言うと、ここをうまく乗り越えることができれば、っていうね。まあ、ピク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 してる。ハエだらけ。確かに。ハエめっちゃ。あ、でも言うて、ハエって全部にいるわけじゃないんだね。1、2個しかいなくない?なんか。あ、おー、骨消えた。よし、じゃあ、抱っこラスト。抱っこラストお願いします。ありがとうございます。私もじゃあ、頑張ります。ギュッ。ギュッてしてくれた。双葉家って書いてある。パン屋さんここにある。ここにかまどがある。鉄が1個ある。でも、鉄1個じゃ何もできない。粘土がたくさんあるから、これちょっと、もうちょっと焼こっか、じゃあ。で、斧が欲しいね、斧。鉄作れる人はいないね。鉄持ってこれる人がいたら持ってきたいね、いっぱいね。蓋用ある今。蓋用もあるね。ま、すごいたくさん、これがあるね、いっぱい。あ、でも上に畑が出来上がってる。畑はでもね、水の近くに作った方がいいから、ここの畑はちょっと、微妙かも。まあ、将来的には使うようだと思うけどね。とりあえずは、そうだよ。水がね、この、左上にね、水があるんで、ここら辺に畑ができてる可能性はあるよね。さあ、死体がたくさんある。ここの上の方に行ったところに水場があるか、そこに畑が果たしてできてるかどうか。水がねえ。水はどこだ?あれ、水上じゃなかったっけか?上ねえわ、何も。水どこだっけ?私の最初の本家のところ、水。ここら辺なかったっけ?水。あの粘土はまだここに残ってる。水がここに一個あるね。あ、でもここに水あるね。水がここにある。遠いけどもね。でも、遠くの方に作っても、いっぱい発展することを想定すれば別に大丈夫的な感じで考えたんだけども、やっぱ若干遠すぎたね。本家厳しいね。場所的に厳しいね、多分。でも、頑張っていこう、みんな。本家だってね、こうやって土地がね、悪くてもね、人がたくさんいれば、人が大量に生まれれば、なんとかできるんだってとこ見せてやろう。あ、なんだこれ。水入りのボール。ちょうど水を持ってく最中に死んでしまったのかな?お、新しい部が生まれたね、今。じゃあまあ、これ畑、他になんか近くに水ないかな?私のこの下にできてるけど、
これ誰、どこ情報だこれ。そんな下だっけ、あ、こんな下だったわ。すぐり畑を作ってんのね。だったらこれね、ボールじゃなくて、あれだね。こういうところで、作るときに、あれが使えるんだよね。なんだっけ、水袋。水袋を作るっていうのもありかもしんないね、たくさん。でもロープになっちゃってるな、いろいろ。ロープにしないで水袋を作って、それでうんたらかんたら的な感じのことを、やるのありだったかもしれない。え、待って、ご飯ねえんだけど。本家やべえぞ、これ。ちょ、ご飯ねえわ。死ぬ。生まれようとしています。ママ、わしやで、双葉やで、双葉だよ。これ本家じゃなくて文家っぽいね、多分ね。双葉ちゃんです。ちゃんつけられた。ってことは私女の子かな、今回。うおー、あーでもいっぱいいる。お母ちゃんの名前は、おいしい。文家よ、オッケー。おいしいちゃんよろしくね。おいしいお母さんをよろしくお願いします。文家いっぱいいる。めちゃくちゃ、男よ。男だったわ、双葉ちゃん。双葉ちゃん男です。頑張ってくれや、どうしたのあいーって言ってんだけどさ。みんな頑張ろうね。さあ今なんかチャットしてんのかな。飯が文家にもないらしい。上に湿地、オッケーオッケー。さあ適温はどこかな、適温。ご飯ねえな。あなたは、うわー一人荒ぶってるぞ、ちょっと。大丈夫か、何が起きた。適温探ししてくれてるけどね、温度の更新がね、ちょっと時間かかるようになったもんで、ピタッと止まって、ちょっと待たんとね、適温かどうか分かんなかったりとかするんだよね。そういうとこあるんで、ちょっと止ま、そう、オッケーオッケー、ナイスです。ここも食料なんかな、多分そうだと思う。あ、死んじゃった。多分ね、今どこもかしこも食料なんだと思う。とりあえず安定するまでは食料なんたくさんだと思うからね。あ、ここ、使う？ごめんね。私、毒よ。あ、使わない？使わないな。下行くよ。適温行くよ。この下も適温っぽい。あ、この下も適温っぽいな、多分。ここ行よっか。今、名前みんな見てみよう。無数目。うわーと、トウバタの種と、ヒロポン。と、うわーうわーはもういいよ。卵持ってきてくれてる。かまどがまだない感じかな、多分。どうなんだろう。あ、ロー下にある。オッケー、ありがとうございます。ちょっと遠くの方に離れたところにローを作ることによって、託児所によるね、その、あたこた。いざこざ、なんていうのわかんないけど、あたふたしてる感じが、来ない。双葉さん大好きです。ありがとうございます。嬉しい。誰だ、この子は。無関係の無数名から。ハブー大丈夫か、どこに行く、双葉私以外の双葉がおるぞ、ここに。お疲れ様、双葉。わしも双葉や、頑張るぞ。まずナイフ作ってやれよ。まずナイフを作るためにの、その道に行くのが大変なんだよ。ガンを作るために矢を作って、弓矢を作って、ガンを取って、その後に、それを焼いて、油を今度、鉄を3個4個取ってきて、ヤスリを作って、それプシューってやって、高根を作って、そう、ヤスリに油をやったやつの上に高根を置いて、カジハマでカチンってやった後に、今度、刃を作って、刃を、ヤスリでプシューってやった後に、短い棒と重ねて、的な感じなんだからね。結構大変なんだよね。ナイフを作るまでがとても大変という状況だからね。タニシって方って今みんな見えた今、タニシってなってたありがとう。よし、じゃあちょっと、おー、なるほどね。あ、なんか、めっちゃ、ちゃんとしてる、ここ。ここめっちゃちゃんとしてるすげー、鉄がここに隠されておる。ちなみに今回さ、あれでしょ、ちょっとやってみたいんだけどさ、重ねたところからさ、トングで取れるんでしょ、確か。ちょっとやってみていい？ちょっとこのトング変えるね。よいしょ。やばくないこれ。これみんなやばくないこれ、ほら。ほら、並べなくていいんだよ、鉄を。一箇所からこれ取れるから、これと、ね、これやばくないこれ、みんな。これすごいよね。誰だこれ。ね、ペルシャさん。ペルシャさんすごくないこれ、ちょっと今、見たみんな。ペルシャ見た今、ペルシャ。おい、ペルシャ。すごくないペルシャさん。あり。すごいよね、ねえ。双葉がまたいる。で、これは？うわーうわー、下まで来たんだ。なるほどね。あ、でもここすごいね。すごく発展しそうな感じ。畑はどこかにあるかな、畑。畑探そっか。上が湿地って言ったから、上につく、ポッ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 、危ない危ない。上に作ってるかもしんないね。上行こう、上。ここ一番発展する可能性高いね。上湿地言うてもう逃走な感じは若干あるか。うーん、お、なんかいる。おいしい、お母さんだった。あ、湿地あっても水場がねえ。おやおやおや、あ、やばい、ご飯もねえせっかく文家に生まれたんだけど、なんもねえぞ、ご飯。やばいぞ、死ぬぞこれ。あった、一個あった。食べて。何もなしで帰るのはちょっとあれだから、とりあえずこれだけ持っといて。ついでに言うと、ホームマーカー立て忘れちゃったから、ホームマーカー立てないといかんもんで。よ、これそうか。はい、よかったよかった。パシコン。え、畑あるかな、畑。畑ちょっと探してくるか、串持って。あ、でもな、誰かもしかしたら畑作ってここに串取り来るかもしれないから、やめとこう。場所わかんないうちに、そんなことやっちゃかんね。鍛冶屋さんは一番発展してる。畑は
あ、ここにもまた別の、あ、これってもしかしてさ、さっき私がいたところの左の上ってことかな、右にあるかな、多分私がさっきいたところ。あ、やっぱりだここはどうなってる。あ、矢が出来上がってるね。あ、でここに畑を作ってる。ほう、あ、水がそして右にある、水がこの辺にあるよね多分。あ、ある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 。鉄早くやりたいね。鉄が進めばなんとかこの辺に畑たくさん作れるもんね。この辺の文系は近所さんだね、すごく。了解了解。ちょっと左下の方行ってみますか。ご飯がないんだよねある程度発展してから人呼びした方が良かったかなこれやばい、あ、死にそう。ちょっと待って、人参ぐらいあるはず。人参取ってこよう。あるよね。え、あるよね、1個ぐらい。あーあーあーあ、別の塊がここにあったっぽい。あーあーあなんだこの骨は。もしかしてこれ本家じゃねえ、本家だ。ちょっとごめんなさい、これちょっと食べさせてもらっていいですか。本家ね、皆さん文家にいると本家ね左下にあります。本家来たい方は左下ね、頑張ってください。よし、ちょ、私本家頑張るわ。本家、本家はどこまで進んでる。人が死んでる。パイ屋さんが2個ある。ここに畑を作り出してる。鉄探してこよう私。じゃあ鉄を持ってくるのは結構大事な気がするから鉄探してきます。鉄の大事さはいつでも変わらずだからね。1箇所の場所を鉄で発展させることでそこがねだいぶ楽になるんで、そこまでなんとかして進めましょう。待って、いないぞ、鉄ないぞ。これここウサギがたくさんあるもんで、ね、ウサギっぱい作るのもありだね。本家の方下の方にねウサギがたくさんいるんでね、ウサギっぱい作るためにウサギをたくさん持ってくる係がいてもいいかもしれないです。でその下にはサボテンもたくさんある。サボテンめっちゃ合うねこの辺ね。あと間にサボテン持ってくる係も必要だね。サボテンだけを集めるっていう人もね序盤はいてもいいと思うからね。ドキドキするね。最初のこの感じ楽しいよね。ある程度発展してからも楽しいけどさ、こういう発展するまでのこのあたふた感ってすごく楽しいよね。私このあたふた感が楽しくて OHOL 始めたと言っても過言、おかしいか、なんかそのハマったって言っても過言、あ、そうきたか。なるほどな、なるほどなるほど。とりあえず上に戻るのは、時間かけて戻るとして、クマを誘導するときにねいいのはこんな感じで、桂馬の1個左にずれたところからこうやって下に行けばね、クマを簡単に誘導できます。遠くの方までクマ持ってっちゃいますか。カゴが置いてあるねここいっぱいね、まあ、こんだけ持ってきとけばとりあえず OK でしょう。そうしたら鉄鉄鉄鉄クマだね。クマおった。ああ、みんな今の子気をつけて、クマいるよ上、気をつけてね。大丈夫かな、絶対わかんないと思うけども。ここ羊がたくさんいて、クマもたくさんあるね。クマ消し係いてもいいかもしれないね。24時間出てこなくなるからクマを倒す係をいてもいいよ。べべべべべ、鉄がほんと少ないな。待って、アップデートでさ鉄って今回少なくなったんだっけ。かちょっと教えてください、わかる方。今回のアップデート鉄少なくなった、今回かどうかわかんないけど、いつか少なくなる的な話は聞いてんだよ。それが今日だっけ的な話なんだけども、これ入ってるかな、ご飯入ってなかった。あ、待って待って、あ、マジで、あ、あ、あった、ほーあーぶねー、鉄は今回から減ります。やっぱそうなんだ、鉄が今回から減るらしくて、で私動画でさ土2個で耕すんじゃなくて、鉄がいっぱいあるときは1個で耕しますとか言ってんだけども、あれがもう無条件で2個耕しの方がいい気がする。鉄が減るもんでだいぶ鉄取ってくるのが大変なんだよね。で鉄の出現率も下がるし、鉄の鉱脈から出てくる数も減るんだよ。なので本当に大量に減るんでね、めちゃくちゃ大変になるんだよ鉄が。だからね皆さん、鉄を最優先でやった方が多分いいと思うんでね。言うてなんか土が取れる数も減った気がするんだよ確か今回。いろいろ減ってるもんでね。どうしよう、この鉄どこへ持ってく。文家に持ってった方がいいかな。文家に持ってって文家の人に本家発展させに来てもらう、そっちの方が多分いいよね。本家多分今壊滅してるもんで今の子たちはなんだ、文家作りか。多分新しい文家を作り行こう、ここはダメだってなってると思う本家はダメだ、あの人がたくさんいすぎて食料ねえって感じになって、多分どっか行ったんだと思う今。道具も壊れやすくなるとかそんなあった気がするからね。さあ鉄持ってきたよ、文系文系頑張ってね、鉄をここ置くからね、重ねとくね、重ねたところから直接取れるからね、頑張ってね。よいしょ、ふー、タバさん、あり、おお、ありがとうありがとう。誰だ、なぜ、ジョジョイ。ね、人もたくさん死んでる。あ、でもベビーブームがここの分岐終わったっぽい多分。素晴らしい、素晴らしいかわかんないけど、タバさんいる？おらんよ。あ、おじいちゃん、じゃおばあちゃん、ペルシャ。ペルシャ生きてるじゃん、すげえ。ペルシャ頑張ったね、ペルシャね。あの大王女だね、58歳まで生きてる。分岐強えな。頑張った。え、待って、あれないあれ。弓矢。あ、すごいすごい。矢も作ってる。弓矢ないかな、弓矢。弓矢さ、右の方の
の文献にあったもんね。あのやつちょっと借りてさ、狼倒すか。右だっけ、下の右だっけか。ここ。この意味、あ、これ借りよう。ごめんね、借りまーす。ちょっと狼やなやいっぱい倒してこよう。ちょ、この人参借りるね。お腹の中に入れまーす。今のは借りただけだからね、勘違いしないでよね。狼。狼。よいしょ、一匹。右行く。あ、危な。今危なかった、私今。今、斜め来たらちょっとやばかったね。はい、一匹倒す。よいしょ。あとは蛇かな。でも、イノシシもいそうな感じはするけども。お、いいね。これ食べて。借りる、かっこ食べる。返す、いつか。ご飯作る、作って返すか、いつか。何世代後かわかんないけど。イノシシも倒していきたいね。あとは羊だ。羊倒しとかんとかね、羊。後で返すんですか？後でね、別の食べ物として返します。シチュー作ったりとか、いつかすると思うんで、その時に返しました。いやー、ここには羊はおらんよね。ここにはおらん。うん。よいしょ。あ、すごい、サボテン係がいる。ここの分家が一番機能してる気がする、多分。すごい。で、ここに、弓矢があったじゃんね。ここ弓矢がくれたところ、買いたい。このゲーム600円なんで、ぜひね買いましょう。楽しいよ、本当。やりだすと止まんなくなるからね、このゲーム。本当に最近私ね、旅行ばっかしたもんであんまりできなかったけども、時間が空いてる時は本当やっちゃうからね。いやー、砂漠ばっかだね。あー、ウサギを持ってきてくれてる人が死んじゃった。分家から、6時10分ぐらいのところにね、カゴが1個余ってるんで、余ってるというか、死んじゃった人いるんで、取り来れる方いたらね、取り来てください。こういうことが言えるのめっちゃ便利だね、これね。配信しながらがね。あとは、あ、ここら辺、シチュー畑とかもね、作っていきたいね、早くね。PC とスマホの違い。あ、結構あるよ。PC はね、OHOL を発明した人っていうの分かんないけど、が、やってるから、更新が早くて、で、それに準拠した感じで、モバイル版が更新されていく感じだもんで、PC の方がね、本家です。ちょっと一回帰ろう。ちょっと、あんまり近くに敵いないから帰ろう。よし、じゃあちょっと、ここに置いとこっか。そうしたら、ナイフ出来上がって多分ヘビ倒しを今してるんだよね。だから、だいぶヘビで殺されちゃう人も減ると思う。あとは、植林とかもしてきた。あ、植林場も作りたいね。ちゃんとした植林場。木はもう基本的にバンバン切っちゃって、で、植林場を作って、うんたらかんたらしていく的な感じのことにする方が多分いいと思うのでね。あ、支柱畑とか出来上がってんのか。つかめちゃくちゃ重いな。ただ私ちょっとじゃあ、ウサギのやつ、もしかしたらまだ取ってないかもしれないから取り行こう。あるかな、まだ。場所的にすぐ、見つかるような場所じゃない可能性もあるから。あ、でも持ってってくれたかな。どうだろう、わかんないな。よいしょ、あったこれ罠も入ってるかな。多分これ罠だよね。罠だね。オッケー。パイ屋さんが本家にあったから、パイ屋さんのある本家に持ってこう。で、本家の人はこれでね、ウサギパイを作ってくださいね。お願いします。将来的にさ、本家と分家がもう完全一つの村になるかもしれないけどね、全部重なって。そういう可能性もあるからね。あれ、本家この辺じゃなかったっけか。まあいいや、先に分家行っちゃおう。分家にはパイ屋さんあるかな。分家パイ屋さんはまだない。なさげだね。なさげたんなんで、ちょっと本家持ってこい。やっぱ本家にはパン屋さんあった気がするから、本家どこだ。本家この辺じゃなく、あれ本家どこ。あ、本家どこだっけ。本家私どうやって行ったっけ、さっき。ん、あ、誰かいる。ママ。すげえ、こんなにたくさん移動してるのにママと再会できたんだけど、やばくない。ママ待って、本家に私を連れてって。ママ、配信見てないママだな、多分これ。ママの後ついていこう。ママ、ウサギ捕まえたから本家行こう。ママ、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 ま、ママは幻覚だったのや。よいしょ。ママなんておらんかったんや。あれ、ここはどこだー。たくさんサボテンがあるから、ここだけでも生活できそう。まあ、ちょっとこれせっかくだから取っとこう。よいしょ。よいしょ。いや、めちゃくちゃ重い。すごく重い。やばい。いや、帰るか。帰ろっか。これママじゃないよね。墓。墓がね、名前出なくなったの、ほんと悲しい。多分ね、ミスだと思う。今当たった。はぁ、ごめんなさい。ウサギをね、指示のところに大きい棒を置いてしまいました。分家から指示のとこです。よろしくお願いします。ごめんなさい。申し訳ない。本家はどこだ？本家絶滅してるかもしれないね、もしかしたらね。ちょっと下行ったら本家だったらどうしよう。ありえる。ありえない。でも結構あるね。さあ、次行ってみよう。